ありがとうございました。沢城、あんたその格好。いらねえことは何も言うな。こっちもそう時間があるわけじゃねえ。分かってる。だがまずはお前の立ち位置をはっきりさせてくれ。お前にとって海老名は何なんだ。極道の第二次大解散を持ちかけてきた荒川真澄の意思を継ぐ男です。我々もそう見ていた。だが実際のところについてはあんたももう気づいてるはずだ。ああ、やつが歌う第二次大解散は清流会に人を集めるためのデマがさ。だが俺がそれに気づいたのは一をハワイに送り出した後だった。そんな偶然ある。俺も同意見だ。だがこいつならもう少しマシな嘘を用意したんだろうな。確かに日頃の行いの悪さが幸いする珍しいケースだね。春日がハワイへ送り込まれたのは茜さんをおびき出す餌にするためだった。海老名はそれをブライスのためにやっていた。そうだな。お察しの通りです。だったらなんであんた知ってんのか。あいつらのせいで荒川真澄の愛した人なんだろ。ああ、だが今のハワイにはずいぶん高く買っているんだね、春日。かもな。だから俺はそれって何のこと。海老名が人寄せの出しにした第二次大解散をそっくりいただいて俺が実現させるんだ。え？ただしそのためには本当の目的？やつがパレガノと組んでるゴミの保管ビジネスってのはどうやらその先に原発が絡んでいるぞ。原発から出る核のゴミってやつが。何？原発って原子力発電？あ、万が一にも流出しないように世界中が目を光らせてる。一方そっちは低レベル放射性廃棄物といわれるものの出る量は無尽蔵だ。そんなのが最終的な捨て場所もなく一時的に貯蔵っつって。そういえば時々ニュースなんかで聞くよね。原発のゴミ処理場を作ろうにも地元の人たちに反対されてどこにも作れないって。だからパレカナはそこに目をつけた。もう20年以上前から数カ国の核のゴミを自分たちの島で引き受けてる。島の名前はネレ島のことか。パレカナの信者にとっては
選ばれた者だけが立ち入ることを許されている。ええ、その島です。教団の聖地を核のゴミ置き場にしてるってのが、あのブライスって男。もちろん高い処理費用を取ってるし、エビナもその分け前に預かるんでしょう。ただそこゴミ運搬の人足として使う。じゃあ結局エビナの狙い、ただこう言っちゃなんだけど、日本の核のゴミをパレカナが処理してくれるってんなら、それは大変結構な話じゃねえかって思っちまうんですが。原発のゴミは自分の国で処理するって原則あったはずだ。エビナたちはその法を破る。いえ、法を緩めるように根回しをするつもりです。政治家に官僚、財界は実際のところ、日本なんだったら新しく建設して、その第一歩として核のゴミを処分できる仕組みは歓迎されるでしょう。例えばある日テレビで、実験的に海外での処理を検討する時期に、なんてコメントが聞こえるようになったら、世論への根回しが始まる。そして法規制の緩和につながっていく。なるほど。結果的にエビナとパレカナは合法のビジネスができるわけか。極度と怪しげな教団で、偏見だったら申し訳ないが、何か裏があるようにしか見え。そういうことだ。つまりお前はその裏ってのを探るためにエビナについていると。ええ、その割にもっともらしく桐生さんのタタラちゃん、あれは渡された台本通りに。へえ、そうかい。ごですが、荒川真澄が生きていれば望んだはずの計画でもある。エビラの狙いが本当はよそにあるってんなら、そこにつけ入って俺が全部もらい受けます。なるほどな。その時には堂島の竜って看板を当てにできると踏んでますよ。だから俺もあなたには腹割ってみせる。俺たちで果たした東上会と近江連合の大解散は、極道たちが腹を決めて捨て身で開いた道だったはずだ。桐生さん、見込みが甘かったって。日本っていう国は実はそうだから。元ご、いや、俺が聞いていたあいつらの計画には、あいつらっていうと大解散の仕掛け人たちだ。東上会六代目堂島大吾、そして真島五郎さ。あなた方はなぜなら、横島な心、魂、毒、それらすべてをパレカナの火は浄化できます。人の罪であれ核のゴミであれ、これからは皆さんも私のファミリーです。近い将来、あなた方の国、日本の政治家たちは新たなエネルギー政策に取り組めます。震災後止まっている原発は再稼働し、その関連産業すべてが潤うでしょう。つまりここにお集まりの皆さんはとても儲かる途方もないほどに。恐縮です、教祖様。核のゴミをお引き受けいただくこと、日本人を代表して感謝します。大臣には昨日また原発再稼働への道筋を説明してやりました。ありがとう。あなたは日本経済にとって闇へ差し込んできた一筋の光、まさに救いの神です。
大っぴらにはできないでしょうが、海老名さんにも敬意を。我々とあなた方の架け橋となってくれました。それはもちろん、ありがとう海老名さん。恐れ入ります、会長。いずれはうちも表へ出られるよう組織を改革中です。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。失礼。皆さん、時間のようだ。大切な儀式がありましてね。それでは。Good news, Overseer. What is it? We've secured the girl. She's coming in on the next boat. And am I supposed to be impressed by this?Had you settled this sooner, I wouldn't have relied on Evina's help. If there ever comes a day where he uses this against us, it will be your last, Dwight. There won't, I swear. You have all been chosen. Father Bryce has granted you the rite of fire. Now, forsake yourself to the flames and save these lowly sinners. Keep going! Their impurities have not been fully purged. They are to be unspoiled, nothing less.You have made me very proud, my children of Palikana. Even if the world were to collapse into darkness, I'm confident your flames would light the way. まだいたのか。てめえが起きてたって何にもなりゃしねえぞ。何すまねえ、アカネさん。俺のせいで。新規癖ったらねえな。おいこのまましょぼくれて全部手遅れになろうが、そりゃ俺の知ったこっちゃねえがな。桐生一馬の期待をこれ以上裏切るんじゃねえよ。託されたんだろうがお前は。俺どうすんだ。病すまねえ、目覚めた。ならちゃっちゃと動け。ことは待っちゃくれねえぞ。はあ、
げほう。ありがとうございます。くそ。おう、いや。その裏切りが俺らにバレた。でもちーちゃんは俺らの仲間なんだって。ならちーちゃんがもっと早くエイジのこと言って、花輪さんとウォンも気の毒だがよ。か何言ってんだ、足立さんまでちーちゃんがトンズラなんて。どうせその辺にいるんだ。ちーちゃん千歳とか言ったか、一人で出てったみてえだぞ今。ちーちゃんおまけにうちの検事はあ、て病ちいち銃が消えてる。銃音マジかよ。出なきゃ、あいつは多分いけねえ。ちいちゃん、そう、おい追いかける。そうだ、調子出てきたな。よろしくな。今日はつい大地とそよ風が私にささやく、君と共に歩めと。おっしゃ、大当たり。うっしゃ、今日は退場。喜び忘れちまったな、そんなもの。おっしゃ、大当たりだ。うっしゃ、今日はついてるぜ。あんたたち、ど、ラニをさらわれたって？あ、もうご存知だったんですね。あんたたちにあの子たちを預け、そういうわ。それよりおばちゃんさ、なんだい。あ、そういえばさっきそこはどこに向かって行きました？さあ、そこけ。千歳はどっちにしたって、ってことはつまり
俺らもエイジんとこ。いや、それ三人よればもう大道寺のセーフハウス。エイちゃんはずっとあそこにいて何か手がかりをの。なるほどな。いいだろう。もまだ警察がいるか。ああ、しかし俺らどうなんだこれ。いいんだよそんな。アロハ。Thank you. いらっしゃい。ありがとう。いい感じだな。すぐに花輪たちの遺体はもう運び出されてったか。一番なんて職質されただけでアウトだぜ。パスポートもねえし。もうさてそれはどうでしょう。お前らは忘れかもしれませんが、我々指示を受け急ぎ茜さんたちの専用機を手配。まさかこんな事態になるとは。あそこで何があったかは室内の監視カメラへ。三田村英二がパリ。そうかい。そのことでしたらあなたのせいじゃありま。三田村に気が回らなかったのはただでさえアウェイのハワイであるにもかかわらず。だからパレカナにばかり気を。とつまり今回あんた。それにあなた方がいなければ我々は今も茜花輪のことを気に病む必要はありません。ありがたいけどやっぱり。だからあなたがそういう人だから我々も今ここにいるんです。どういうことだ。場所を変えましょうか。見た何かお役に立つことがあるかもしれません。どっかにいい場所。以前桐生さんが使っていた場所はご存知。我々は先に。なかなか気づく。花輪の木。ああ
with your face? What are you looking at? Open it. Ah, it's there. Hey, quit staring. Time to unleash the. Yeah, no, come on, bro. It's my turn, right?あれやるぞ。うっしゃー。ボッとしてっと。怪我するぜ。やんのべ。ぶちかま。回復だ。行くぜ行くぜ。ほら。はあ。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。お縄に付け。そらそらそらよ。ほら。開けてみるか。やったぜ。わかった。おめえら、筋門バトル開戦だ。みんな勝ちに行くか。行くぞ。おめえに決めたぜ。こういうのはどう？ファイター撃破。よっしゃ。気合入れてこぜ。What's with your face? これだな。うまく取れたぜ。サーフィンか。まるで波の。おたちさんもやって。うん。まあ、現実。夢はさっきから。いや。その。よっしゃ。また距離が縮まったな。さっさと始めようぜ。行くぜ行くぜ。
一杯やりたい気分だぜ。何見てんだ。行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。俺を俺に信じていいのか。来いよ。お前と俺はもうダチだ。何でもできそうな気。お待ちしていました。どうぞ。もともとこの部屋を桐生さんに用意したのもあんたらだ。ええ、そういうことです。前もって桐生さんの病状を聞いてはいました。当初は茜さんを見つけ保護するという一点だけだったので。じゃあそれで言うとあんたらはもう任務完了じゃねえのか。茜さんは病んとこで治療中だ。まあおかけになってください。やはり説明には少し時間がかかりそうだ。結論から言えば大道寺の目的は茜さんの保護ではなく、パレカナが血眼になって探しているものを横取りするということにあったようです。あなた方のおかげで今は茜さんといたラニがパレカナの探し物だったと理解しています。じゃあ大道寺一派も病たちと言いますと。
病たちも茜さんに何の価値があるか知らずに探してたんだ。理由はハワイの組織がみんなこぞって茜さんを追いかけてたから。でそいつを交渉のカードにして裏社会に食い込むつもりだった。なるほど。そうですね、状況はよく似ています。ただ大道寺の場合、茜さんを追う黒幕がパレカナであることは初めから知っていたようです。なんだって。これはここだけの話にしていただきますが、パレカナは日本政府にある取引を持ちかけてきています。へへ、もったいぶるじゃねえか。なんだいそのある取引ってのは。原発から出続ける大量の放射性廃棄物をパレカナが引き取って処分すると。はあ？彼らの所有するネレ島には核のゴミを埋められる土地と施設があります。パレカナはそれを清流会のエビナを通じて日本政府に売り込んできたんです。エビナを通じて？核のゴミ処分がままならないのは万国共通、原発を動かしたい勢力の大きな泣きどころです。彼らにとってエビナやパレカナの申し出は渡りに船といえる。日本政府の主流派も大いに乗り気です。停止中の原発を動かす、新たに建造する、なんなら他国にも輸出して莫大な利益を得られる。しかし大道寺一派はどうにも話がうますぎると疑っています。そこには何か落とし穴のようなものがあるのではないかと。落とし穴って何のことなんだ。それは分かりません。穴の仕掛け人にその隠し場所を聞いたって答えは返ってこないでしょう。だからパレカナの真意を確かめるには上辺の交渉ではなく深く切り込まないと。そのためには強力な交渉材料が必要です。じゃあその交渉材料が茜さんやラニってことか。ええ、大道寺の上が我々にここまで情報を落としてくるのは初めてのことです。花輪の死は彼らにも想定外だったんです。なあちょっといいが、大道寺ってのは悪の組織みてえなもんなんだろ。日本の影の権力者です。それがなんでハワイにまで人を送り込んで、そっちにも何か真の狙いってのがあるんじゃねえのかよ。何か誤解されている。ただし闇雲に原発を動かす目先の利益よりもパレカナのゴミ処分は確実に安全なのか、血税で賄うコストに見合うものなのか、将来においても正しかったと子供たちに誇れるか、国の舵を取る愛国者なら当然の懸念です。うん、さ、じゃあ聞くわよ。もし何よりもまずパレカナの手の届かないところで保護します。そのために専用機も用意し、なら引き続き茜さんとラニをパレカナの手から守る。もちろんです。ですがそれもこの男の裏切りでご破産になりかけています。ああそう、三田村英治、意外かもしれません。もともとは東都新聞の政治部記者だったんです。エイちゃんが分野？ええ、しかし5年前に、理由は運転中に起こした。人を引いたってのか。ええ、ただし三田村はヤクザにはめられたと供述しています。具体的には当時警視総監と癒着していた荒川組の幹部たちだと。え、当時三田村は警視総監と荒川組の、荒川組が目障りな存在とみなす程度には優秀な記者だったようです。ですがその日深夜まで取材を続け疲れ果て、突然歩行者が飛び出して。エイジはそれが荒川？証拠はありません。ドラ不自然な挙動に見えます。被害者の男性は荒川組との関係を、幸い被害者が軽傷で済んだ、数十万程度の罰金の判決で済みました。ですが会社が、もし事故が荒川組の仕組んだことだったとして、判決に関係なく事故を起こさせた時点で狙いは達成してたってわけか。荒川組が噛んでる証拠はないって話だったが、本当に何にもないのか。そのもし荒川、目障りな分野一人組長がいちいち把握してるとは考えにくい。ただ
沢城城がどうだったかは微妙なところです。奴ならやりかねないは我々としても見解が一致するところです。もしもだけどよ、もしエイジの言ってることが本当なら俺と一緒じゃねえか。マフィアだのヤクザだのにはめられて人生めちゃくちゃにされるってよ。それでその話がエイジの現在とどうつながるんだ。新聞社を追われた三田村は NPO 法人ブリーチジャパンです。エイちゃんが、あいつ荒川組にはめられたと考える男がヤクザ根絶を標榜するブリーチジャパンに参加した。彼の内面は容易に想像がつきます。な、三田村はかなりの活躍を見せたようで、青木寮に見出され組織が解体されるま、確か久米が横浜支部長だったな。妙なところで因縁がつながったな、春日。ああ、でもわからねえ。それだけあいつの歌う第二次大解散に騙されてるってことなのか。今までの話を踏まえた上で、それ理由はそこくらいしか思い当たらねえな。ヤクザこん、いやでもそれは変だろ。エイジが第二次大解散を信じてるってんなら、今あいつがやってることに何がしてんだよって話じゃねえか。もはや目的すら見失った。エイちゃん本人に立った。な、話を戻すぞ。記者として活躍するはずだった人生を、それで告発系けど、そのチャンネルも今や海老名の御用聞きだ。三田村はハワイにおける海老名の名代なんでしょう。バレカナの勢力もバックにつけています。ラニがこのまま見つからなければ我々の負けです。キリュウさんの望みも花輪の死も露と消えます。そう言われてもよ、あの子がどこに連れて、ちいちゃんからメールだ。おあいつなんだって。画像一枚だけ、どっかの店の看板、とっさに撮ったんだろう。ちいちゃんはここに、その店にエイジがいるってことか。トミー、これ。ああ、大丈夫だ、わかるぜ。さすが春日さん、そこにラニも。そいつら行ってみねえと。ありがとな。花輪さんの無念、あなたたちに託しましたよ。西島、待った。